皆さんこんにちは、瀬田からです。今回は家の庭駐車スペースを簡単施工、超固まる防操作を使って整備していきたいと思います。まずは雑草を抜いていきましょう。実はこの庭をどうするか結構悩みました。悩みの一番の理由が雑草です。ここに来て何度か庭の雑草を抜いたりしてきたんですが、雑草の成長生命力って本当にねすごいんですよね。週末にしか来れないので、もう庭の手入れが追いつかないんです。庭が雑草で溢れているとどうなるか。まず虫さんがたくさん集まってきます。そしてそれを捕食するクモがたくさん集まってきて、毎回家に行くたびにクモの巣が10から20個ぐらい作られているんですよ。もう正直ね気持ち悪いですよね。あとこの家が建っている場所はいわゆる高級住宅エリア、素晴らしく管理の行き届いた素敵な家に囲まれた中にあるポツンとしたボロ小屋なんです。さらにね、庭が荒れているともう見た目的にもね悪いので、なんとかしたかったんですよね。雨の日もこうぐちゃぐちゃな庭を通って靴を汚して家の中に入りたくもないし、もう何より家に入る前にテンションが下がってしまう。もうね、なんとかしたいと思ってネットで探していた時に見つけたのがこの防操作でした。まあ、防操砂と読むのか防操砂と読むのかちょっとわからないんですが、ここでは防操砂として紹介していきたいと思います。間違っていたらすいません。この防操砂はアイリス大山から発売されているもので、他にもマサオとか類似品がいろいろなメーカーから多く発売されています。今回アイリス大山の防操砂にした理由は、一番近いホームセンターに売っていたからです。駐車場にぴったりということで、超硬い固まる防操砂で、色がブラウンしか売っていなかったのでブラウンを購入しました。1袋 15kg 入りで確か780円ぐらいでしたかね。1平米あたり5袋使います。ざっくり計算で庭が10平米近くあるので50袋購入しました。かなりの、ね、量ですよね。もうこの日の前日の夜に一人でホームセンター2往復して買ってきました。この防操砂の施工はすごく簡単で、簡単に説明をしますと、まず雑草を抜いて土を平らにならして固める。その上に厚み5センチくらいになるように防操砂を引いて、軽く圧着するように木ごてでならして、水を2回に分けて巻き、1週間ほどで固まるそうです。僕も今回初めて使うので、詳しく知りたい方は申し訳ないですけども、ググってください。そうこうしている間に雑草を抜き終わりました。実は先週除草剤を庭に撒いておいたんですよね。なので割と早く終わったんですが、この日はねすごく暑くて、もう猛暑です。熱中症にならないように一旦休憩をしたいと思います。その間抜いた雑草を日干しにして、あとアマゾンで注文しておいた水撒き用のホース、シャベル、そして発り用に買った電動コンクリートハンマーを待ちます。しかし暑い、暑さが殺人レベルですよ。そういえば庭の片隅で育てていたミニトマト気になりますよね。もうというか、もう聞いてくださいよ、昨日の夜来た時にはあったんですよ。真っ赤な食べ頃なトマトが6個くらいね、実がついていたんですよ。朝起きたら何者かに全部ね食べられてました。もうマジかっていう感じですよね。もうこのミニトマト実は実験的に育てていて、せっかく庭のある家を買ったのだから家庭菜園とかねしてみたかったんですけど、実際育てやすいミニトマトを育てていたんですが、やっぱりね普段庭の手入れができなくなると、こう除草や病気の対策、育った実を何者かに奪われないようにするための対策、週末にしか来れない、仕事がね忙しくなれば2、3週間来れない時もあるかと思うと、やっぱり難しいということで家庭菜園を諦めました。
そして今回の施工に踏み切ったというような流れがあります。このミニトマトは今住んでいる東京の家で育てようと思います。ということで、いつも最後の最後にやっていたミニトマト日記、今回で終了となります。今まで楽しみにしてくださった皆さん、ありがとうございました。 Amazon から散水ホースとシャベルが届きましたので、早速庭の生成作業をしていきましょう。防草砂を5センチの厚さに引きます。そのため施工部分を5センチ程度掘り下げる必要性があります。ただ掘り下げた土をどこかに置く場所もないし、捨てる場所もないので、本来は平らにしないといけないんですが、掘り下げた土を山にして勾配をつけることにしました。勾配をつけるときは、雨が降ったときに家の方向に向かって水が流れないように勾配の振り方も考えながらやっていきましょう。この庭の三角形の先端の方はふかふかの土で、いつも車を止めているところは石ころや陶器の破片とかが引き詰められていて、全くね、こうシャベルがね入っていかないんですよね。大きな石を取り除きながら少しずつ生成していました。もう正直この作業が一番地味に大変でした。あとこの部分、中途半端にコンクリートが引いてあるんですよ。この中途半端なコンクリート部分、正直ね邪魔です。コンクリートハンマーを買ったので、これでねはつっていきたいと思います。やってみて分かったんですけど、このコンクリートハンマーでこの部分をはつっていくのは結構大変でした。思っていた以上に範囲がね広かったんですよね、このコンクリート部分。しかもこの日差し、もう熱中症になってしまいそうで、体力の消耗がものすごくね激しかったので、結局断念してしまいました。自分の体が大事。あと庭を生成しながら施工する部分を固め強固にしていきます。これをちゃんとしていかないと、後でひび割れの原因になってしまいます。説明書にはレンガ等を使用して叩きながらこう固めていくと書いてありましたが、レンガ等を、ね、使ってちまちま作業していたら熱中症になってしまいそうなので、ここはね自らの体重で組み固めていこうと思います。もちろん僕らはこの日のためにね、日々食事はしっかりとって、食後のデザート完食も忘れずに食べて、しっかり増量して踏み固めてます。お昼もしっかり食べて、デザートも忘れずに食べて踏み固めてますからね、安心してください。はい、ということで庭の生成作業が終わりました。もうやっと終わったっていうくらいね大変でした。こんな日差しがね強い時にやるもんじゃないですね。さあ、いよいよ防草砂を引き詰めていきましょう。厚さ5センチくらいに引き詰めて、木ごてを軽く叩き込んでしっかり転圧していきます。木ごてがないので僕らは角材を代用していますが、なかなかね難しいです。もうどうしてもこう慣らした後にね段差がついてしまうんですよね。施工例とかを Google で調べて写真とか見たんですけど、やっぱりコテの跡が目立っていて、これねどうしようかなって考えながら作業していたんですけども、ひらめきました。ほうきです。どこの家庭でもあるほうきを使って、ある程度こう平らに直した後に軽くほうきでさらってあげると、なんとコテの跡が消えて自然なね感じになりました。仕上げはほうきで軽くさらってあげると自然な感じになります。いやー、もうこれね思いついた人天才ですよね。こんな感じでどんどん引き詰めていきましょう。いやー、足りない。50袋使い切ってしまいましたよ。足りないです。とりあえず引き詰めたところはこんな感じ。ほうきでの仕上げどうですかね。なかなか自然な感じじゃないですかね。一旦表面の色が変わる程度軽く散水をしておきます。 Amazon で買ったこの散水ホース、蛇口との相性が悪くてすぐね外れてしまうんですよね。正直使いづらかったです。ホースで散水し終わったらこんな感じになりました。うん、
いいですね。この後は2時間くらい空けてまた散水します。次はたっぷりとお水をあげます。このコンクリートの部分は気になりますよね。まあ、とりあえずこの足りてない部分結構ある。ホームセンターに買い足しに行ってきます。計算したら17袋分ですよ。買ってきました、17袋。昨日で終わらせたかったんですけどね。今日も朝から暑い。明るい日差しで見たら全体的になんか白っぽいんですよね。2度目にあげた水が少なかったんですかね。あと見てくださいよ、なんかね穴があるんですよ。犯人は奥さんでした。昨日の夜ちょっとつまずいて踏んじゃったみたいです。あともう少しですからね、さっさとやってしまいましょう。とりあえず完成しました。1度目と2度目のところのいろいろの境目はちょっとね気になりますよね。コンクリートが出ていた部分は上にかぶせて全体的になじませました。正直正解がわからないので、色がね白っぽくなっているのはどうなんですかね。何かが悪かったのか、そのうち変わるのか、とりあえず1週間時間を空けて硬化させていきたいと思います。でも個人的にはすごく良くなったと思います。もう気持ちがねいいですよ。今まで雑草がすごくて庭の奥の方とか全然ね足を踏み入れてこなかったんですけど、庭も広く感じます。これで車も入れてバイクや自転車なんかも止められますよね。これで雑草ともおさらば。隣の川はこんな感じですけどね、まあ、せっかくの日差し、夏なんだからこの後は海に行って遊んでから東京に帰りたいと思います。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございます。You got that something that can't be seen. You got that one thing that's hard to come by. It's not your styling, it's not your jeans. No, what you got is deeper within. And your friends don't even know what you got. They just hang with you 'cause you earn a lot. You should lose them all and start hanging with me. 'Cause I'm the only one who can see.夏はやっぱり海ですよね。今回分かったことは、こんな日差しが強い日に外で作業してはダメ。